はい、おはようございます。今日はですね、エスティマのベッドキット、今までもあったんですけど、でシートの上に全て、置いてて、ちょっと高さがあったんですけど、それをちょっと改造して、一人用のキットに変更していこうかと思います。シート前に持ってきます。こいつをですね、ちょっと一番前に持ってきます。でこれはここは固定できないんで、組んでいこうかなと思います。はめて、ここがこんな感じと、はい、こいつを抜きます。こいつとこのこれはまあ可動式になったんで、こいつを入れると、で真ん中を刺して、これを戻すと OK。 はい、一応ここまで足場を組むことができました。でこの上のやつはちょっと前のやつを流用して、少しカットしていきます。この上に棚をぴったし乗せると、よいしょ、こいつも乗せて、はい、 OK。 一応これで完成です。はい、でここの長さがどれぐらいかというと、伸ばしてきて、ここまでで180センチぐらいはカットができると。で一応車中泊としてはここへ布団を引いて、でここが結構余っとるんで、ここへちょっとした折りたたみテーブルかなんか欲しいかな、ご飯食べたりするのに。こうイメージはこう。こんな感じか、さあ完成しました。でまずは足をどけます。ちょっと、ね、木が弱いけあんまり見ちゃってない。でここをこう広げます。ちょっとねボンドでつけてないからちょっと弱いで、これだけでも OK だね。これだけでも普通のテーブルになります、ね、これね、これだけでも普通のテーブル。この横を取ってここの足につけます。はい、これでロック。さっき取った足をこっちもねつけます。はい、ちょっと緩かったから、ここでこいつをじゃじゃんとすれば、はい、とりあえず完成しました。でちょっと足がすごい長すぎて、さっきはちょっと高かったんだけど、ちょっとカットして、ちょうど高さが50センチぐらい。はい、完成です。まあこんな感じで、ちょっとガスにも注意しながら、なんかこっち補助材かな、こういうところでいいかな、まあ、これでちょっと
どれができるか、ちょっと痩せること、ご飯食べるときはちょっと痩せるかね、こんな感じで食べていくと、はい、完成です。ということでテーブルは完成。これで持ち運びが簡単で、こんな感じで足は全部ここへしまっておくことができます。はい、これで完成です。